なんかさ、ダイエテレビの草さって、のりはか、この水谷を卒業して、うん、川原一の丸が留学してくるって言って、もってこいつは歌を歌ってんだろうってあ、歌歌ってた。いや、歌歌ってたら喧嘩すんだよ。そう、なんだっけ、風は一人で浮いている。覚えてんだね、お前。もうやっぱり体に染み付いてる。